ピーター・ブライアン・メダワーは、ブラジル生まれのイギリスの生物学者で、移植組織に対する、免疫系の研究で知られる。この研究によって、彼は、フランク・マク・ファーレン・バーネットと共に1960年度の、ノーベル生理学、医学賞を受賞した。生は、メダ王とも訳される。 メダワーは1915年2月28日、イギリス人の母親とレバノン人の父親の間にリオデジャネイロ氏で生まれた。彼は第二次世界大戦中に皮膚移植の研究から移植の研究を始めた。1960年、臓器移植の基礎となる組織移植の研究と後天性の免疫関与の発見によってメダワーは バーネットと共に1960年度のノーベル、生理学、医学賞を受賞した。この研究は、火傷の後に皮膚を移植する時などに役に立っている。メダワーの研究によって、免疫学の研究の方向性が、完成した、免疫機構を扱う立場から、免疫の機構そのものを変化させる立場へと変化し、移植臓器の拒絶を抑圧する方法へつながった。 メダワーは科学一般の発見について結果が予想される分解的発見と予想もつかぬ画期的な合成的発見に分類している。メダワーは1947年から51年にかけてバーミンガム大学1951年から62年にかけてユニバーシティカレッジロンドンの動物学の教授を務めた。 1949年王立協会フェロー選出。1962年には国立医学研究所へ移り、1977年から83年には王立研究所の実験医学の教授となった。そして1981年から87年には王立医学大学院の総長を務めた。メダワーは偉大な科学者であるばかりでなく、オペラ、哲学、 クリケットなど様々なものに興味を持っていた。彼は、高い知性と、勤勉さ、カリスマ性を持った、生まれついてのリーダーだった。彼はまた、流暢で明瞭で、ウィットに富んだ文章を書くことができた。彼の著書には、随筆的なザ h e Art of the s ネイチャー誌に、若い科学者たちへの本誌からのアドバイスは、ピーター・メダワーの、若き科学者へを読んでおけ、だ。 と、時の試練に耐えた最良の助言と絶賛された、アドバイスツー、エイヤングサイエンティスト、妻のジーンウェス・メディワーとの協調のアリストテレスツーズズや、1986年に出版された最後の著作で自助伝のメモワーズ・オブ、エイシン・キングラディッシュなど様々なものがある。他に、翻訳のある著作として、ザ・フューチャー・オブ・マン、ザ・ホープ・オブ・プログレス。 エーサイエンティストルックスアットプロブレムズインフィロソフィーリテラチュアサイエンスザライフサイエンスイントロダクション2イミューノロジーザリミッツオブサイエンスなどがある彼は1965年にナイトに除せられ1981年にメリット勲章を除勲した1986年にエクセター大聖堂で行われた年に一度の 学術協会の会合で訓話を読んでいる最中に、彼は脳出血で倒れた。科学界と政府の間の関係に気づかれし、体調を悪化させたとも言われている。メダワーは、イギリスの医学、生物界で最も偉大な科学者の一人だと考えられている。メダワーは、自力で話すことも動くこともできなくなった後も、妻の助けを借りて、除術や研究を続けた。 しかしさらに脳出血が続き、1987年に亡くなった。彼は2005年に亡くなった妻の寺院と同じイーストサセックス州の墓地に埋葬されている。ありがとうございます。